流れを変える同点タイムに井端選手に来ていただきました。ナイスバッティングでした。もうあの一打でこのスタジアム雰囲気ガラッと変わりました。そうですね、正直焦りもあったんですけど、4番に送りバントですし、稲葉さんの代打なんで相当プレッシャーかかったですけど、打てて一番ホッとしてます。まあ、これまで今日開幕ですが、その実戦の中での打席っていうのは実際少なかったと思うんですが、そこでこの集中力というのは岩田さんらしいですね。そうですね、立浪コーチ代打の経験があって、代打の心の持ちを教えていただいたので比較的リラックスして立てたかなと思いますけど、ね、ちなみにどんなメッセージがあったんですか？そうですね、あんまりこう試合に、ね、最初から入ってしまうと自分の打席の時に疲れてしまうということだったので、5回ぐらいはまでは、まあ、試合を観戦しているぐらいで結構リラックスしてきて、で5回ぐらいからゆっくり作り始めたので、ちょうどうまい具合に、ね、気持ちが高ぶっていってよかったなと思います。そしてあの1本は本当に右打ち綺麗に決まりましたね。そうですね、内川選手とずっと喋ってて、やっぱり国際試合はあっちに打たないとなかなか打てないっていう結論になったので、もう最初からあっちはずっと狙ってました。まあ、今日ジャパンにとってですね、この初戦というのは本当に大事なゲームだったと思うんですよね。そうですね、やっぱり最初はね肝心ですし、うまく乗り切れないと、ずるずるいってしまうんで、本当勝ててよかったなと思います。これで明日にいい流れになります。ファンに向けてメッセージをお願いします。そうですね、こういう勝ち方だったんですけど、明日はスカッと勝って、キューバ戦に臨みたいなと思いますので、どうか応援よろしくお願いします。見事な8回同点タイムリー、井端選手でした。おめでとうございました。